飛び地。貴様、なぜここに。己まだやるつもりか。気をつけろしろ。ごめんなさい、謝って済む問題ではないけれど、でも浮気はダメ。こら、指導に触るな。報告は受けていたけど、あなたこそなんでここにいるの。貴様には関係ない。さあシド、気にせず私のクッキーを食べてくれ。クッキーなら私も焼いてきた。真似をするな。シド、早く私のクッキーを食べるがいい。私のを食べるべき。うん、どっちもうまいぞ。私の方がちょびっと早かった。私の方が 0.02 秒早かった。なんだと。うわぁ、あの、トビーチさ。何。胸が。トビーチ、お前ダメ。ダメだと思う。交換条件、私のことも折り紙と呼んでほしい。ダメ。それはダメじゃないと思う。折り紙。よう、早かった。構わない。でもなぜ。あー、ちょっと予定が。了解。やってみる。俺がクルミを照れさせる。何を話していたの。もう一度尋ねる。時崎クルミと何を話していたの。いや、なんでもないぞ。悪い、トウカを待たせてるんだ。あ、またな。来たのはそれだけ。え、お見舞いはマナだけ。お、折り紙のお見舞いも兼ねて。そう。折り紙、大丈夫か。一人で病室に戻れそうにない。連れて行って。連れて行って。おんぶ。はい。折り紙、ちょっと強く捕まりすぎじゃないか。そんなことはない。折り紙、はあはあ、ちょっとおいったら。え、何、今何されてるの俺。すまん、ちょっと遅れた。問題ない、私も今来たところ。疲れてる。そんなことないぞ。どこへ行くんだ。映画。なあ折り紙、今日はなんで俺をデートに誘ったんだ。一人にならないでほしかった。え、映画が終わったらうちに来てほしい。どういう。そしてしばらく泊まってほしい。え私は本気。過度の運動は控えるように言われてる。できれば口打ち。検温するのになんで俺が座るんだよ。折り紙、何してんだ。時崎くるみが転校してきた時、指導は少なからず彼女の所作にドキドキしていた。だったらせっかく水着売り場なんだから買えば。水着は自分だけでなく他人からの評価も重要。特に男子の意見は参考になる。え、男子の意見は参考になる。参考になる。感想を言うくらいなら。めくって。はっ。